前田刑事全編、あの雲のように生きてみないか。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は前田刑事全編について紹介していこうと思います。この方、何かと逸話の多い生涯を送られましたが、それらのエピソードも交えながら、なるだけ史実に沿ったところをお話ししたいと思います。前田家との関係、国史大辞典では前田利隆として紹介され、宗明、慶次郎、利益、利治など様々に呼ばれていますが、今回は前田刑事で統一します。天文12年1543年頃、甲賀の一の川沿いにある滝川城に生まれ育ちます。甲賀は忍びの里として知られますが、刑事の父親候補の一人、織田家の武将滝川一益も忍者だったという説があります。もう一人の父親候補は一益のいとこ増氏ですが、どちらにしても刑事は庶子としての出生です。養父となった前田利久は尾張の荒子城、愛知県名古屋市城主前田利治の長男で、子供のいなかった利久が妻の実家である滝川家から刑事を迎えて養子とし、前田家の後を継がせようとしました。刑事自身は養父の弟である前田康勝の娘を妻に迎えます。永禄3年1560年、利治が亡くなり利久が家督を継ぎますが、永禄12年1569年になってから主家の織田信長が口を出します。いわく、利久には子がいないし体も弱いから武将としての務めを果たせないだろう、家督は弟の利家に譲るがよい、前田の家を他家の者に渡すことはない。利久は確かに武人としてやや物足りないところもあったようですが、これは利久がどうのこうのというより、利家が前田家当主となった方が信長にとっては都合が良かったからです。利家は14歳の頃から小姓として信長の身近に仕え、成長した後は赤穂衆として戦場での働きも目覚ましく、よく知らない利久よりもよほど信頼できるのです。利久としては屈辱ですが、主君の命令には逆らいがたく、弟利家が尾張荒子の地四千石を継ぎます。弟に奪われた城にいるわけにもいかず、利久は荒子城を去りますが、養子となっていた刑事も当然行動を共にします。城を退去するとき、利久の妻は城主の妻の座を失うことを恨みに思って利家に呪いをかけようとしたとの話が伝わっていますが、相当恨みに思ったんでしょうね。もっとも呪うのなら信長の方だと思いますね。このいきさつを整理すると、本来なら利久の次に刑事が前田家当主となるはずだったのです。そのために迎えた養子ですから。しかし家督が利家のものとなったことで、刑事の前田家当主への道は消えました。この事件は刑事の心に生涯影を落とします。天正9年1581年、信長の下で出世した利家が能登の国一国の大名となりますが、出世の早い利家は家臣不足に悩まされます。他家の旧臣では忠誠心に不安があるので、やはり一族からとなり、利家、刑事も招かれて仕えることとなります。一説では兄弟の仲を仲介する者がいて、利久、利家は和解したとされますが、それはどうだったでしょう。利久親子には利家から7000石が与えられますが、兄が弟に仕えるという立場となり、その関係は修復されたとは言えませんでした。刑事が利家に対して何かとからかう態度に出るのも、このあたりが原因だと思われます。そして利家からしても、せっかく一族だからと招いたものの、刑事の奔放な性格は前田家に役立つどころか、かえって危険を招くものだと知るのです。
滝川家も没落。年下刑事親子が荒古城を立ち退いた後、能登の国へ赴くまで、その足取りをたどる資料はほとんどありませんが、刑事の実家である滝川一族は一益の織田家での出世に伴い尾張に移っていたので、そこを頼ったことは十分考えられます。天正9年1581年には刑事は尾張の国熱田神宮に太刀を奉納しています。熱田神宮に伝わる熱田神宮刀剣奉納名文集欄に、尾州荒古住人前田慶次郎が太刀を奉納したと記録されているので、当時この辺りに住んでいたようです。しかしその滝川家も安泰ではありませんでした。一族の総帥一益も織田信長が生きている間は関東管領に抜擢されたりと順調でしたが、本能寺の変後の織田家中の主導権争いで柴田勝家に組みしたため、その後は次第に没落。刑事はここでも後ろ盾を失いました。妙なところに顔を出す刑事。本能寺の変が起こった天正10年1582年6月、刑事は妙なところに顔を出します。真田家に伝わる笠脇に以下のような一文が残っているので要約します。本能寺の変が起こり、旧武田領は混乱状態となった。真田昌幸は息子重幸に兵を与え、木曽方面の偵察を命じた。偵察中7000から8000の武の軍勢が移動しているのを見つけ、高知から観察したが、大事ない、前田慶次の率いる軍だと配下へ告げた。相手の武将も気づき、馬を飛ばして近づくと語りかけた。珍しい、真田殿ではないか。この状況では本国へ引き返すべきであろう。信長は自害し、髪型は混乱状態だ。信行はこの忠告を入れて軍を返した。刑事と真田信行に面識があったかどうかは分かりませんし、笠脇は真田家の活躍を述べる書物なので内容を鵜呑みにはできませんが、信行に箔をつけるために刑事が引っ張り出されたようです。刑事の名前はその程度には世間に知られていました。養父年久の死。天正15年1587年、養父年久が金沢で病死します。武将としては物足りない人でしたが、後半戦は弟に臣下として仕え、穏やかに亡くなったことを思うと人間的には癖のない人物だったのでしょう。年久が亡くなったことで刑事と前田家のつながりはますます細くなっていきました。秀吉の歌舞伎御免状、その真意は。これは有名な話です。天下人秀吉が前田利家の甥に面白い男がいるとの話を聞いて、見たいものよと召し出します。その時の刑事のいでたちは、古妃の肩衣に異様な袴、髷を横向きに結い、秀吉への拝礼では顔を背けながらも秀吉側から見れば正体しているように見える工夫をします。秀吉は面白い男よカッ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 カと笑い、褒美に馬を与えようとします。刑事は御殿の外で拝領しますと言ってその場を離れ退出した後、装束を改めてまかり出ます。今度は一部の隙もなく礼儀にかなったいでたちで馬を拝領し、その場で見事に乗りこなしてみせます。大いに喜んだ秀吉は、今後はいつどこであろうが心のままに歌舞伎が良いとお墨付きを与えます。お話としては面白いのですが、この間そばにいた利家はいつ秀吉の口から無礼者の言葉が出るかと気が気でなかったでしょう。そうなれば刑事一人の命では済みません。前田家にもどんなお咎めがあることか。しかもこれはその場だけの話では終わらないのです。
秀吉はただ刑事の振る舞いに興じていただけではなく、前田家に刑事という楔を打ち込んだのです。天下人のご免状をもらった刑事をその振る舞いが目に余るからといって、前田家は勝手に処分したり放逐したりしにくくなりました。有力な大名の家中に自分のお気に入りの人間を作り、あえてそれを口に出す。もちろん家臣はその主君の命令に従うわけですが、天下様のお気に入りとなればなんとなくアンタッチャブル的な雰囲気が出てしまいます。有力大名の家中を一枚岩にはしないぞという秀吉がよく使う手です。茶を振る舞うと言って年家を招き、代わりに水風呂をご馳走してそのまま逃げ去る。これを前田家での最後の騒動として、刑事は天正18年1590年以降に前田家を出奔します。この頃にはすでに40歳も半ばを過ぎていましたが、しばらく京の都で浪人として暮らしながら、里村上波、古田織、細川雄斎ら多数の文人と交わり、風雅な生活を送っていました。主君上杉景勝と共に上洛していた上杉家の宰相直江兼続と落成の名刹妙心寺の南下和を通じて知り合うという嬉しい出会いもありました。お互い知己として認め合いますが、この縁が後の上杉家の仕官につながります。前田刑事前編では刑事の前半生をお話ししました。後編では上杉家に仕えてからの刑事、その晩年などをお話しします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この軍配の上にボタンが現れますので押していただければと思います。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いします。